ジュリも白ニット着てたよ。お待ちしてました。ごめん、ちょっと3分遅れちゃいました。ごめんなさい。たくさん星ありがとうございます。スーダンさん、がんばん、違う、こんばんにょ、こんばんは、こんばんは。ゆうきさん、こんばんは、こんばんは。たくさん、ハートありがとうございます。萌え袖されたら惚れちゃう。コナン見ないんだもん。コナンね、ちょっと最近ちょっとなんかこの前なんだっけ、この前コナンのなんかを見たんですよ、ちょっとだけ。だから見ようかなって、見ようかな、見ようかな、うん、そう。だからワンチャンサブスクにあるかなとか思って、そこで見ようかなとか思ってます。コナンね、ちょっと最近ね、面白さが分かってきました。そう、今までちゃんとじっくり見たことなくて、テレビでやってるじゃないですか。だからチラッとは見たことがあるんですけど、あの黒い影がいるとかそういうことは分かるんですけど、ヒーローさん、こんばんはです。こんばんは。今日は2時間配信頑張っていきましょう。おっと、誰が2時間って言ったんだ。まあ予定としては1時間ですかね、今日は。ですかね、ちょっと今日は1時間があれかな、 しかできないかな。1480さん、こんばんにょ、こんばんは、こんばんは。あきらさん、こんばんにょ、こんばんは。ジュリピ情報助かる。お、あれ、ジュリピ推しですもんね。あと、とか、あと今日はハーフアップだった。ジュリピはハーフアップだった。こんばんにょ、こんばんにょ。ヒロさん、こんばんは、こんばんは。リオンちゃん、今日めっちゃ可愛いじゃん。お、そうだ、ありがとうございます。今日ね、花にメイクしてもらったの。だからかな、ありがとうございます。最近大人になったんでコナン見なくなった。お、それはあれですか、結構な人を敵に回してるような気がするけど、するけど、でも面白いよね、コナンって。多分リオもちょっとハンターハンターを見終わったら見よっかなとか思ってます。まだ何見るか決めてないんですけど。こんばんにょ、つよぽさん、こんばんは。なんかって何さ、なんかってリオ、なんか言った、なんかって何さ、あんこうさんに何かって言ったのかな。待って待って、分かんない分かんない。リンさん、こんばんに、こんばんは、こんばんは。スーダンさん、ポップコーンありがとうございます。え、なんかってなんだろう、ちょっと待ってね。今日はチキンライスを作った。おー、なんかチキンライス好きですね、つよぽんさん。なんかチキンライス多分3回くらい聞いたことがある気がする。3回くらい。チキンライスね、美味しいよね。今日こそ2曲フルでカラオケしような。ちょっとね、まあね、頑張ってみます。頑張ります。この見ないで、スノーマンのやつ見てた。テレビかな。あれ、もう終わっちゃった、終わってるか。朝日さん、こんばんは、はじめまして。シミマルさんとフォロワーシップさん、はじめまして、こんばんは。シンセーラスタイル部の吉原リオンです、こんばんは。花ちゃんがメイクしたのか。そう、今日は花がメイクをしてくれました。花が、こんばんは。風強かったけど飛ばされなかった。いや、あのね、ちょっとだけ、いや、飛ばされてないです、全然全然。まあちょっと飛ばされそうになったけど、まあ耐えました。嘘です。カリキュークのシンデレラさん、タコさん、ありがとうございます。でもね、今日風冷たかったよね、だからちょっとニットとか着ちゃいました。ロバさん、こんばんに、こんばんは、こんばんは。初見です、めっちゃ可愛い。おお、シビバルさん、ありがとうございます。ぜひフォローしてくれると嬉しいです。あの、可愛いと思ってくれたなら、あと X もフォローしてくれると嬉しいです。お待ちしてます、お願いします。なんか、確かに、なんか、あ、
コナンのなんか見たって、そうそうそう、あの花嫁、花嫁みたいなやつ、なんかってそれか、ごめんなさい題名を覚えてないんですけど、花嫁、ハロウィン、なんだろう、ね、わかるかな、多分わかるよね、多分みんな。ノバさんハートありがとうございます。こんばんりおん、お全然さん、こんばんりおん、あやばいテロップ忘れてた、よし今日は言われる前に気づきました、えらい。チールはい、4月22日定期公演ファンサします、リオンが、はい。カラオケ頑張りよ、カラオケ、カラオケね、頑張ってみます。あ、ねカラオケといえばなんですけど、明日4月22日じゃない明日4月20日、なんと明日から新生ラスタイルの新生ラストアイドルのデビュー曲9月22日にリリースされたデビュー曲未完成スターライトと I love you 君にが、 I love you 君にがカラオケのジョイサウンドで歌えるようになります。すごくないですか、みんな歌ってください、にんも明日カラオケに行きたいです。あれはあれはそうだね、そうだね、ファンサシ、そうだね。でもコメントを見る前に気づきましたよ、 OK です。メイク一番上手なメンバーは、え、メイクでもやっぱ花のメイク綺麗だなって思います、花子の、うん、メイク上手、上手、花花、今さ花の発音か、花みたい、花、花みたいがっちゃったけど、うん。ねのさんこんばんにょん、こんばんは、あ髪の毛ね、いいよ、はい。しみまるさんがフォローしました、やったー、ありがとう、やったー、ハロウィンの花嫁、あ、それかもそれかも、多分それだと思う。ジェリビ今日も突然なんかしらした、え、ジェリビ今日はなんかしたかな、あの人、いや今日は大丈夫でした、今日は普通、普通だったかな。こんばんはリオンさん、なめねこみろいさん、こんばんは、こんばんは、今日は何配信の予定ですか？今日はまあ考え中です。1時間、まあ、1時間なのは決まってるんですけど、ね、どうしよう、まあ、まあカラオケ、みんながカラオケしてほしいって言ってくれてるから。タコちゃん、妖精さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、カリキュアクロス欲しい、ありがとうございます。ゼロさん、こんばんは、こんばんは、フル、こんばんは、フル、2作前のやつかな、そう、でも多分割と新しいやつだったと思うから、多分そうだと思う。ファンサ楽しみにしております、しますよ、ファンサ頑張ります、頑張ります、ファンサ。こんばんにお、おマリオさん、こんばんは、久しぶりだ、こんばんは、ハートありがとうございます、ハートおめでとう、おめでとう、なんだなんだ、おめでとう、あーカラオケで、ね、そう、明日4月20日からジョイサウンド、カラオケのジョイサウンドにて新生ラスタイルの未完成スターライトと I love you 君にがみんな歌えます。しかも、しかも本人映像だよ、本人映像です、ぜひぜひ報告待ってます。歌った方はマリオさん、たくさんたくさんのたくさんのハートありがとうございます。
じゃあ明日の配信はカラオケボックスからね。いやー、カラオケでの配信はちょっとね、できないかな、できないかな。受話器越しの声さんが初も、はじめまして、こんばんは。オレンジの夕空さん、こんばんは、はじめまして。マカ不思議さんか、はじめまして、はじめまして、こんばんは。まあ、カラオケいいですね。今度はみんなでカラオケ店から配信ですね。まあできないけど、多分。シミタさん、おはりよ、おはよう、こんばんは。リオンちゃん、仕事でたくさん歌ってるのにカラオケでも持ち曲歌いたいの？え、歌いたいに決まってるじゃないですか。え、だってでも別にね、仕事、普段も別に仕事仕事って思ってやってるわけじゃないから、本当になんか楽しんでね、活動してるから、全然ね、カラオケでも、なんならカラオケでこそ歌いたいです。星、ありがとうございます。カリキュアクさん、天体観測さんが初音も、はじめまして、こんばんは。片思いさんが初音も、はじめまして、こんばんは。はじめまして、シンセラスタイルのリオンこと吉原リオンです、こんばんは。リオンの変なところもジュリピに聞かないと多分何も出てこないと思うんですけど、まあ聞いてみるだけ、聞いてみたらいいんじゃないでしょうか。尊い、ありがとうございます、マリオさん、ありがとうございます。リオンどんどん有名になってくる。いやー、そうかな、そうなんですかね。もっとでもね、もっとね、頑張ります、もっとね。あ、そうだ、ショールーム拡散しとこう。みんなもあのシェアしてくれたら嬉しいです、お願いします。透明色の未来もいつか歌いたいな。あ、いいよね、透明色の未来もね、めっちゃいい曲だよね。わかる。とね、なんかいつかね、あのカップリングの曲もカラオケで歌えるようになったらいいなって思います。透明色の未来ね、いいよね。29日の定期に行こうかと思って。おー、マリオさん来てくれるんですか？待ってますよ、ファンサーします。本当ですか？え、そう、なんか多分この前の特典会の時に行けないかもって言ってたから。本当ですか？嬉しいです、本当に。スーダンさん、ありがとうございます。ダルマさん、シミタさん、ハート、ありがとうございます。カラオケの映像は MV と同じ。え、でも同じなんじゃないですか。今ここで歌の練習してもいいですよ、聞きたいから。え、緊張する。何、え、でもまあ一番は定期公演に来て聞いてほしいです、生歌聞いてほしいです、定期公演に来て。え、今ここで歌の練習どうしよう、歌えるかな、あ、歌えるかな。ちょっとやっぱ緊張するかも。始まりの合図なんだ、ここから輝く未来へ。お願いします、カラオケで歌ってくれたら嬉しいです、お願いします。でもね、意外と高いの、サビが、キーがね、だからみんなキーを下げるなりして歌ってくれたら嬉しいです。特典会またグルアクだったね。そうだね、みんなと話せます、楽しみです。リオンの変なとこ48個。え、嘘、本当ですか。スグルがあれ今考えたやつじゃなくて、もう X でシェア済みですよ。おお、ありがとうございます。早い、ありがとうございます。本当の私ね、いいよね、本当の私いいよね。今日は夕飯食べましたか？まだ食べてない、まだ食べてないです。夢もすごくいいよね。
え、てかみんな気づいてますか？リオンのさ、2番の始まりでさ、おとぎ話の中のってあるじゃないですか。最後ヒーローポーズしてるんですよ。気づいてましたか？気づいてますか？ヒーローポーズ。夢夢もね、いいよね、人気だよね。夢夢も月曜日まではお預けですねと思ったら歌の練習始まった。ごめん、いきなり歌っちゃった。いきなり歌っちゃった。ここはホームだから練習にぴったりだね。確かにね、そうだね、確かに。51日連続配信おめでとう。やった、ありがとうございます。やった。行く行く詐欺はしないので、行くって言ったらちゃんと応援に行ってるでしょ。そうそうだね、いつもね、行くって言ったらちゃんと来てくれるよね。ありがとうございます。確かに、ありがとうございます。確かにね。カラオケが確かにどうなんだろうね。握手会は何週までいいのですか？いや、何週でもいいと思いますよ。何週でも、何週でもいいと思います。サイン会も何週でもいいと思います。気づいてます、当たり前です。気づいてる。ああ、無敵のヒーローポーズか。ありがとうございます。やった、嬉しい。気づいてるよ、リオンがめっちゃいい。あ、そっちですか。ありがとうございます、ありがとうございます。そんなのとっくに気づいてるでございますよ。オンオン、めっちゃ無理やり無理くり。ありがとうございます。私はまだ全く曲が分かりません。そうだよね、そうだよね。でもなんだっけ、なんだっけ、音楽のサブスクっていうのかな。そう、 Apple Music とか Amazon Music とか Spotify とかで、あと LINE Music もかな。一応虹色ライフはリリースされてないけど、君僕 It's New World までは聴けると思うので、ぜひね、全部いい曲なので聴いてくれると嬉しいです。で、なんかさ、デビューしてまだ半年くらいなんですよ、一応。でも今まだ7曲、もうなんか自分たちの曲があるってなんかすごいなって思いますね。ぜひなんか全部いい曲なので聴いてくれると嬉しいです。君もクイーンズニューワールド、了解です。そうそう、あの未完成スターライトも透明色の未来も夢が夢じゃなくなる時も I love you を君にも、そう、 It's new world と君僕も多分聴けるので、ぜひお願いします、お願いします。うんうん、かな。サイン会は個別って一人を選ぶ。そうそう、そうです、そうです。サイン会は一人かな、かな。未完成のリオンちゃんのにみんなで一緒にがけなげで好きです。あ、最近やってないけどね。でもね、言い訳ベイビーの煽りとかもね、そうしてるから、確かに煽り楽しい、楽しい。リオンがあーってやったらみんな声出してくれるから、サイン、うん、そうかな。やっと先ほどウィキペディアを見てメンバー全員の年齢を知りました。あ、年齢を知ったんだ、年齢を知ったんだ。お、ありがとうございます。嬉しいですね、グループのことを知っていただけるのは。本当にどんどんレベルアップするリオンちゃんを見ながらライブにニヤニヤするのがよき。おお、じゃあ表情を観察しとこうとか言ったらさすがにちょっとキモいからね。どんどん頑張ります。そうなんですよ、生歌にもあったんですよ、定期公演は。ぜひ
ね、次の定期公演あと3日後4月22日来てくれる方、29日も。でもさ、22日と22日の1週間後が29日ですよね。そう、ぜひお待ちしてます。と、特典券1枚1人タクシー。あ、そう、なんか今回は前回の定期公演でもそうだったんですけど、あの個人握手じゃなくてグループ握手会になったんですよ。だから特典券1枚でグループみんなとの握手と、特典券2枚で1人とのサインかな。今回前回に続き特典券2枚で指定メンバーとのサイン会。そうです、当たりです。その次はムサムラフェスもありますね。楽しみにしております。そうなんですよ、5月4日と5日、4日と5日って子どもの日だよね。子どもの日にあるんです、ムサムラフェスに出させていただくのでね、ぜひそれもお待ちしてます。福岡の高海さん、こんばんは。こんばんは。そうするとグループ握手はお得ですね。そうだね、メンバーみんなのことも知れるチャンスだしね。かといってあのリオンから誰かに推し変されるのはあれなんですけど、はちょっと悲しいんですけど、でもね、グループ握手会いいよね。全然さ、2枚だった。あ、サイン会ね。そうだね、2枚、サイン会は。そう2枚。リオンちゃんのとこしかいかんしね。え、全然あのリオン以外のところにも行っていいんですよ。行っていいんですけど、あの前そう行っていいんですけど、リオンのところは来ないとかね、それはちょっと悲しいから、はい、そういうことです。全然好きなように。でもありがとうございます。全然そう、グルーシュ、うん、ちょ待って、なんでさグルーシュって読むんだろうね、ちょっとわかんない。グルーアクは1人 7.8 秒、あ、7.8 秒じゃない、 7.8 秒はすごいね。仮契約さん数入れてたら7.78秒しか話できない。確かにね、そうだね、確かにね。まあその分サイン会に来てくれればたくさん話せるのかな。まだリオン以外あんまわからん。嘘だ、ジュリーピアわかるでしょ。わかんないか。推し編はありません。推し増しあるかもですけど、そう、あの推し増しは全然ね、推し増しは全然だけど、推し編はねちょっと悲しくなっちゃうから。はい、マリオさん、特典会レギュレーション変わったんだ。そう、なんか前回からグルーアクとサイン会になりました。そう、4月204月22もグルーアクと握手会です。リオンはアイドルの握手会行ったことある？ないですね。めっちゃアイドルさんとの握手ってめっちゃ緊張しそうね。なんか何も話せなくなりそう。ジュリピアあんま配信しないから。あ、確かにね、確かにリオンのことを毎日、うん、リオンが毎日配信してると確かにリオンのことを知れるかもしれないって考えてた。なんかみんな毎日来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ヒロさん、たくさんサイン会は書き終わるまで話すとかあるの？あります。書き終わるまでというか全然話せます。
話せるよ全然。いきます。行くとしたら誰と握手したい？まあそれは内緒です、内緒です。やっぱ行くとしたら、行くとしたら誰だろう、だけどまあみんなもそうだと思うんですけど、一宮さんじゃないですかね。なんかもうあれですね、配信見られてたらちょっと気まずい、恥ずかしいですけど、気まずいですけど、ミオンは人気、いやね、まあありがとうございます、皆さん来てくれて特典会ありがとうございます。リオンとまたツーショット撮ってみたいですね。ぜひぜひ、台湾の時とかになると思うんですけど、ぜひね、タオル持ってね、ぜひお待ちしてます。特典サインの方誰かか決めてなくて、リオンのとか行かなくてもそのやめたとかではない。あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、大丈夫です。ムサムラフェスで同席するアイドルの握手しましょう、得点があげますよ。確かにね。ね、握手、いやでも無理だよ、絶対緊張するよ、握手とか考えてみたら、大規模フェボリューム1からボリューム5まで、うん、ボリューム1からボリューム5までリオンちゃんのサインパーフェクト、すごい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 。でもさ、リムいつもサイン会終わってから気づくんですけど、なんかハートをつけなかったりなんとかしたりとかがあるんですよね。どうだろう、一度目はさ、みんな求めてましたよね、その答えを、みんな求めてましたよね。卒業したアイドルだったらこの子行ってみたかったとかでもいいし、いるいるけど、ちょっと内緒で、内緒で、内緒でと言いながら、最近ツーショットリオンと必ず撮ってますね。 T ドームさんね、いつも来てくれる、ありがとうございます。この前のね、東京ガールズガールズもありがとうございます。あとギガギガソニックとかありがとうございます。あとスーパーライブとかもか、スーパーライブ、そうだよね、ありがとうございます。ムサムラフェスでイオンモール、そうです、ムサ、そうです、そうです、そう、車、ね、ぜひお待ちしてます、マリオさん、ぜひぜひお待ちしてます。卒業したいのだから行っても大丈夫やろ、やっぱさんの握手会とか行ってみたかったなって思います。リオンが一宮さんって言うとは思わなかったんだ。あ、確かにね。確かにね。確かに。でもまあみんな求めてましたよね、多分。うん。一宮さんってメンバーにいませんでしたが、何方でしょうか。ごめんごめんごめん。一宮さんはメンバーじゃないです、あのプロデューサーの方です。やばい、恥ずかしい、恥ずかしい、顔が赤くなりました。メンバーではないです。もうこの配信さ、見られてたらあれかも。乃木坂さんですよね、かがみ、そうそうですね。なんかね、性格すごい良さそう
いいんだろうなって見てて思います。本当にジョニーさんがフォローしました。ありがとうございます。ピカピカもありがとうございます。シミタさんありがとうございます。あ、かわいい、ありがとうございます。ジョニーハートありがとうございます。何型、どなただよ。嘘、ごめんごめんなさい。どなたかどなたかうん、一宮さんってプロデューサーさんなんですね。知らなかった。そうそうです。ちょっとみんな当たり前に知ってる体で話しちゃったんですけど、そうハートもだけどハートの最後ののある時ない時何が正解かわからないのが日本祭。確かに確かに、そうだよね。絶対なんか焦っ、いやサイン会で焦るなって感じなんですけど、そうどれが正解、多分最初の未完成スターライトの直筆のが正解だと思うんですけど、どうなんだろう。そうそう、リオンと似てるね。いや、まあそう言っていただけて嬉しいんですけど、もう本当になんか性格良さそうな人を好きになりがちです。なりがちって別に悪い、なりがちって言い方しはのなる傾向が多いです。な、次一宮さんに会った時、吉原さんこれってサイン入り生写真、あ、本人の生写真をくれるんですか一度皆さんって女性の方ですか、定期公演で仕切ってる人、うん、いや女性の方じゃないです一度皆さん定期公演何回か、お、そうだよね、いつも見に来てくださってるから、サイン会サイン書きながらファンの人と話すのが大変そう。そう、あのね、そうだからちょっとサインだね、そうファンの人と話す、確かにね、確かに確かにね、ちょっとなんかできれば目を合わせて話したいじゃないですか。だからね、焦っちゃいますね、サイン書くの。タッキーさんが、そう、はじめまして、こんばんは、シンセラスタイルの石原リオンです、こんばんは。ガリキラクさん、がそう、多分それが正解です。多分とか言っちゃいけないんですけど、そうです。タケクレさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。サイン会の時はダウンって書いてくれる、え、書きますよ。え、なんかニックネーム書くあれあるじゃないですか、ニックネーム書く、ファンの方がニックネームを書く紙みたい、そこにさ、ダウンって書いてくれれば書けるのかな。いやでも書けると思いますよインフィニットさん、確かに確かに確かに、木の宮さん見たくて公園中たまに後ろ向いてるのに見つけられない、おー、じゃあ次こそは見つけれるのかな、かな、どうしよう。37分、待ってね、は、開かない、開かない、ちょっと待って、開いた開いた開いた、勇気を出して一宮さんに頭に何の頭髪性髪あれですよね、ワックスとかってことですよね、聞いてみてください。いやーちょっとちょっとあれかな、まあカラオケやるならそろそろ、確かにそうだね、そうですよね、
目を見て直接伝えても大変悪いって。いや、そういうことじゃないですよ。あのサインを書き終わったら目を見て話せます。そうだからリオンが頑張ればできるんです、目を見て話すことは。そうだから全然ね、全然定期公演でもできますよ、目を合わせて話すことは。正解サインが5枚中2枚しか取れない。うわー、ごめんなさい、ごめんなさい。まあまあ今後正解サインしか書かないくなると思うので、まあまあね、ちょっとレアということで。ペットボトルの蓋開けるアクリル、そうなんかね、開かない時があるんですよ、たまに。なんか個体差っていうかあるのかな、個体差が。黒渕さん、ごめんね、こんばんは。まあ、始まる10分前にトイレに行くと通路で一宮さんとすれ違うことが。そうなんだ、始まる10分前っていうあれがあるんだね。クリームソーダさん、頑張るよ頑張るよ、こんばんはこんばんは。じゃあそろそろカラオケをしましょうか、しましょうか。ちょっと待ってね。がさ、今日から映画ブルーロックが始まりましたよね。めっちゃ見たいんですよ、ブルーロックが。そう、めっちゃ見たい。どうしよう、今日も投票式ということで。どうしよう、なんかありますか、カラオケの曲ありますか。あるかな。3、どうしようかな。47、そう、昨日なんだろうって思って調べたんですよ。そう、ね、吉原ゆんちゃんこんばんは、たくさんこんばんは。今日のニットいい感じだ。お、ありがとうございます、ありがとうございます。4月22のボリューム6で正解サインじゃなかったらスタッフさんの前で号泣するよ。お、これはもうリオンのあれにかかってる。頑張ります、頑張りますっていうかあれなんですけど。 AKB の会いたかったらどうでしょう。いいかも。でも歌えるかな、歌えるかな、どうしよう。とリオンの歌える曲が少なさすぎて全身が見たいですね、全身が見たいですね。全身映せるかな、全身。うわー、危ない、倒れるとか、また放送事故。ちょっと待って、全身は、え、ちょっと、いやー、全身映せるかな。で、ちょっと上半身しか映せない。どうする。めっちゃ斜めってる。全身映せたかな。ズボンなんですけど、はい。ちょっとジャンプしたらあれだよ。諸事情、ラララウェイは君にめっちゃ聞いたから、それアカペラでもいいよ。
なんだその諸事情の選べよ君に。I love you 全身見ました。あーよかった、よかったです。 I love you 君にもういいかも。でもどうせなら音源流して歌えたよね。じゃあ I love you 君には明日歌おうかな。どうしよう、リオの歌える曲からだよね。どうしようかな。どう、どうしよう。桜散ってしまったけど桜の涙たちもいいよね。どうしよう、どうしよう。がんばりおんちゃん、お、こんばんは、こんばんは、こんばんは、久しぶりだ。ハート、ハートありがとうございます。乃木坂メドレーでも OK です。確かに乃木坂なら歌える曲は割とあるかもしれない。え、どうする、どうしよう。どうしよう、どうしよう。迷ったら乃木坂3曲でもいいよ。一旦変えてみたんですけど、乃木坂もサフランさん、こんばんは、こんばんは。迷ったら、そうしますか。どうしよう、え、どうしよう。3曲、何がいいかな、何がいいかな。ズボンが穴だらけでかわいそうです。リモマも見てねえ、穴だらけってこういうデザインなんですね。みんなもさ、ズボン穴だらけって思った、もしかして。こういうデザインです。そう、確かにね、ダメージジーンズはあれだよね、そう思われても仕方ない、うん、見てないからな今来て。ちょっと待って、これはちょっとアナロこういうデザインです。ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょ、こういうデザインです、はい。知ってるよ。きっかけさよならの意味、制服のマネキンを、そうしますか、そうしますか。一旦書いてみたんですけど、確かにいいかも、いいかも、いいかも。見てないけど最近のはダメージ系ばっかだから、あの見てもそういう、え、ボロボロジーンズね、本当にボロボロジーンズ、ボロボロジーンズか。まあこういうデザインです。そう、今日あの勉強に、そう見てないけど走れば、ああもうダメージ系結構空いてるね。リオンちゃん次第だね。え、リオンがどう着るかによってボロボロのジーンズかダメージジーンズかでなんか見方が変わってくるってことですか。面白い、まあ、そうですよね。ちょっとリオンもダメージジーンズを履くことによって、あ、ボロボロかわいそうって思われるんだなっていうことを今日知りました。大丈夫です、本当にしてます。あ、よかった、よかったです。
よかった。明日大事な大会があるので応援してください。お、なんだろうなんだろうなんだろう、頑張りよ、頑張ってください、応援してます、頑張りよ。銀行家庭の子が動かしてる。なになになに、え、本当に、ちょっと待って、ショック。こういうデザインです。泣きそう。嘘、泣かないけど。そっか、そう見えるのか、そう見えるのか。リオンも今日勉強になりました、ありがとうございます。正月おばあちゃん家って洗濯 してもらったらダメージデニム飲まれた。え、そうだよね、リオンも聞いたことある。え、じゃあ本当にさ、本当に旗から見たら、旗から見たらっていうか本当に知らない方が見たらそう見えるんだね。デニム飲まれた、面白い面白い。リオンちゃんダメージ系好きなのかな。え、流行ってるんですよ最近こういうの。流行ってる、ダメージ系嫌いじゃないです。洗濯しちゃったの、え、洗濯しちゃったの、何が何が、洗濯しちゃったの、デニムが。嘘ぴょん、嘘か嘘か嘘か、ちょっとあれですね、はい、ちょっとやばい、面白い。まあさっさと歌いますか。ちょっと待ってね、何がいいかな。さっき買った時よりもダメージの音が大きくなったり、選択すると、え、もうちょっと待って、全然違うよ。そんな、そんな、こういうズボンです、こういうズボンです。ペンキで汚してもダメージって言い訳するよね。え、やっぱダメージってそういう感じ。いや、ペンキで汚す、まあそういうデザインもあるんですけど、そういうデザインのは持ってないですけど、確かに知らない方が見たらそう見えちゃうのかもね。でもダメージ入ると知ってる、そうだよね、そうだよね、半分は本当だよ。ジーンズのダメージを増やしてるみたいに見える。え、増やしてないよ、本当にこんなんだよ。ペンキでわざと、あ、ありますよね、あると思う。なんかなんだっけ、ダメージ、ズボンにダメージつけるためにわざわざ地面にこすりつけるとか、そういうのはあると思いますあると思います。まあそうだよね、そうだよね、そうだよね。まあみんなもそう、こういうズボンがあるんだよって勉強になったと思います。はい、いや知ってるけど穴でかすぎる。え、そうかな、まあ確かに横から見たら足が見えるけど、でもこういう、こういうズボンです。リメイク T シャツね、なんかリオンがなんか中学生とかの時に流行った気が、めっちゃへこんでる。え、へこむよ、だってさ、リオンこのズボン切り入れだったのにさ。衝撃事実、まあみんなも同じか。え、ボロボロズボンってみんなも思ったか。多分右足の穴確かに大きい。え、なんかもうさ、だって変わんないよ、左足も右足も。納得した、そういうデザインが流行ってるって、よかった、早く歌います。とかね、間違えた間違えた、ありがちな恋愛。なんでさ、さっき書いたやつ、
消しちゃったんだろう。歌どころじゃ、え、大丈夫だよ、歌歌うよ、大丈夫大丈夫大丈夫です。まあまあズボンのことはもう知れ。はい、え、何がいいかな。さっきなんか送ってくれたよね、みんなが。ありがちな恋愛ね、さよならの意味、制服のマネキン。じゃあさよならの意味、もう面白すぎる、面白いかも。面白いかも。きっかけ、さよならの意味。コーネのリアクションが可愛すぎる。最近のダメージ、そうなんですよ、リオンみたいなやつです多分。はい、調べてみてください。まあ、確かにあの若い人がねよく履いてるよね、こういうズボンは。 OK、 ちょっと今日はどうしよう、面白いじゃなくて可愛い、あ、可愛い、ありがとう、ありがとう、いつも肯定してくれるサフランさん、ありがとうございます。どうしようかな、ありがちな恋愛とさよならの意味ときっかけがいいですか。あ、じゃあ一旦これで、普段の洋服は、え、星スタイルってなんだ。スカートあれ、え、スカートもたくさん持ってますよ、スカートも履きます。でも今日はズボン、あ、でも確かに配信してる時なんかズボンが多いような気がする。俺は好きだよ、そのデニム、ありがとう、する、ありがとう。リオンママが明日ユニクロで穴通しを買ってくるかな。え、なんかなんでそんなこと言うの。まあそうですよね、信じられないですよね。リオンちゃんいっぱい服持ってるのかな。いっぱい持ってます、ママによく怒られます、洋服ばっか買いすぎて、クローゼットに入らないくらい。投票モード、そうだね、投票モード、え、投票モードにします。ちょっと待ってね、投票ならあと1曲くらい書いとくか。ちょっと待って、ちょっと待ってね。じゃあ3、4と、なんだっけ、あ、間違えちゃった、ちょっと待って、間違えました。信じてます。なんだ？あ、曲ですか？ちょっと待って、さよならの意味と、あ、間違えた。4と5。きっかけと、とりあえずこの中から上位2曲くらいにします。じゃあ投票します、投票開始します。わかるかな、投票の仕方出てきたかな。
投票出てきたかな。できましてきてますか、みんな。できてますか。投票時間どのくらい、どうしよう、何分がいいかな。じゃあ59分。投票できた？よかったよかった。じゃあ59分くらいまでできましたか。知らない曲ばっかりや。本当？本当？ゆういちさん、こんばんは。こんばんは。今投票中です。聞いたら知ってた。確かにね、そうだよね、多いよね、聞いてたら知ってる曲。そうだね。17巻って、そうです。そうです。できたかな？いいかな？そろそろ。ありがとうございます。みんな投票してくれて。じゃあ終了します。2番と1番。自己中で行こうとありがちな恋愛かな。じゃあ自己中で行こうとありがちな恋愛を歌いたいと思います。結構ね割れたね。結構だって3番目の4番がきっかけでしょ。5番が17分間で3番、うん、ちょっと待ってね。結構平等に入ってる。すごいすごい。はい、やばい、もう23時になっちゃった。でもまあ大丈夫です。どうしよう、1番なんだっけ、なんだっけ。自己中で行こうですね。ですね。しました。大丈夫かなマイク。チャンスですね。じゃあ自己中で行こう。乃木坂46さんの歌いたいと思います。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。ピカピカゼロさん、ありがとうございますね。すごいみんな、あのね、ありがとうございます。パチ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 、すごいなんかコールがあった、すごかった、ありがとうございます。ありがとうございます。かわいいです、さすがリオンちゃん。あ、サフランさん、ありがとうございます。が一回マイクっていうかバーンってやっちゃったね、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。まさとっちさん、こんばんは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 。ね、いい曲ですよね。本当にね。ゼロさん、音符ありがとうございます。音符。低音ボイスが素敵です。お、低音ボイスあったかな。ありがとうございます。ね、高い声もね、出るように頑張ります。なんかせっかく名前に音が、漢字の名前に音が入ってるのでね、歌とかダンスとか上手になりたいですね。ありがとうございます。どうしよう、なんか配信だとわざとっていうか、なんか低い声になっちゃうんですよね、配信だと。普段はこんな低い声ではないです。なんか配信だと声が低くなっちゃうんですよ。なんかね、いい曲が多い。そうですよね、ボイトレとかもやってるね。うん、じゃあ次乃木坂の曲だから低くなるってこと。そう、なんかね、配信で喋ってると声が低くなります。家だから小声になっちゃってるから低く、あー確かにめっちゃ鼻声、びっくりした。そう、じゃあね、次のありがちな恋愛。お披露目の時より歌や踊りは表情がすごくよく、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい、よかった。お披露目はね、もう緊張しすぎてさ、リオン緊張しすぎたら肩がめっちゃ上がるの。なんかこの前なんかライブ中に写真撮ってくれてるじゃないですか、みんな。その写真を見た時に、なんかね、透明色のさ、指さすとかあるじゃないですか。そこがさ、なんかめっちゃ肩上がっててめっちゃ面白かったの。なんか本当にね、肩上がっちゃう、だからいつも気をつけてるんですけど、なんかもうマネージャーさんとかにも真似されるんですよ、肩が上がってるの。そのくらいなんかね、あのめっちゃ上がっちゃうんですけど、
本当にね面白かった。でも気をつけてます、肩。肩上がるんだ、今度気にしてみよう。じゃあ、うわ肩をも上がってるって思われないように気をつけますにも。はい真似される。肩が上がると太く見えるからな。そうなんですよ、なんかもうあのさ首もただでさえ首が短いのにさらに首が短く見えるし、そうめっちゃ面白かった。その写真も笑われました。なんかね、そう本当にディスられてる、いやそんな悪いあれはされてないですね。面白おかしく真似されてるんですけど、そうじゃあ歌いたいと思います。あ、もっとおもろい表情出してみてね。やだ、ちょっと面白い、面白がられる、ちょっと可愛いって思われたいので、できれば面白いよりは今度動画を見てみよう。そう今度ね動画を見てみてください。りちゅんさん、おはよう、おはよう、おはよう。りおんちゃんは体が見てる。 ありがとうございます。面白おかしくはディスられてる証拠だよ。え、そんな本当にそんな悪く言われてないですよ。ディスられてるってなっちゃうのか。じゃあ歌いたいと思います。マッチさんがそうも、こんばんは、はじめまして。ポルダーバクリさん、はじめまして、こんばんは、こんばんは。そう全然悪い意味ではないです、全然。じゃあありがちな恋愛、乃木坂46さんのありがちな恋愛を歌います。幸せが存在するか数えて、風に揺れている洗濯物の色味で、どんな家族なのか分かる気がしてしまうよ。僕が守りたいもの、そこにあるのか。通りかかった道端で考えた、ありがちな恋愛のスローケースも、これも同じで、そう知らない二人別の条約、灰の日も大切な夢を見つけたのだ。
今日は2曲フルで歌いました。よかったです。たくさんたくさん、ちょっと待って、ハリケーヤクさん、サイリームありがとうございます。トーマのおじいちゃん、音符ありがとうございます。サウランさん、ハートありがとうございます。インフィニットさん、ありがとうございます。サイリームありがとうございます。タクさんもありがとうございます。サイリーム、サウランさん、かわいい、あ、ありがとうございます。シミタさんもキラキラ星ありがとうございます。ありがとうございます。すごいたくさん、どうものじいちゃんありがとうございます。星、サフランさん星ありがとうございます。あと音符もシミタさん、音符ありがとうございます。エイジ 100% さんありがとうございます。サイリーム、ナメデコピロリさんありがとうございます。どうものじいちゃん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございます。カラオケ中に髪を整えるよ。え、そう、あのね、ちょっと今日固めてなくて髪を、ね、ちょっと気になっちゃったら、気になっちゃったらずっと気になっちゃうんですよ。どうもね、ちゃん、ハートありがとうございます。パチパチ、たくさんパチパチ、ナイス、ありがとうございます。ね、よかったです。最近フルで、なんか中途半端なところで終わっちゃってたから、よかったです。歌えて。よかった。よかった。じゃあ、18分。ちょっと伸びた感じするね。そうですよね。髪の毛伸びたかも。伸びたかも。4月。22日の一発芸かモノマネは準備できた。まあね、まあしなきゃいけないってなったらちゃんと準備しますよ。しますよ。大人っぽくなってる。あ、ありがとうございます。やっぱあれかな、今日あれなんですよ、あのね、配信の最初の方に行っちゃったから聞いてない人もいるかも。なので今日花にメイクしてもらったんですよ。だからかな、大人っぽいのかな。あと最近配信で髪結んでたからかな。今日は下ろしてみました。外跳ねしてみました。やったー。じゃあちょっと待って、告知もしないと。あと3日で定期公演です。定期公演です。あと3日で、定期公演ね。カゴ、4月22日月曜日、眉毛が細めだよね。そう、確かに眉毛も花が描いてくれた。もうあと3日か。テンスラ始まった。お、リオも後で見よう。後で見よう。ドル。
なんと次の定期公演は6回目です。6回目です。え、ちょっと待って、書けなくなっちゃった。よいしょ。ノーネームさんがつも、はじめまして、こんばんは。待って、3日後、もう月曜日、東京、東京、新橋、やばい、無言の時間ができてしまっている。待ってね、開演が19時からから特典会、え、待って、特典のさ、合ってる？合ってるよね、多分漢字。合ってるよね。え、合ってる？あ、小声は聞こえて、やばいやばい、独り言が。特典会のさ、やばい、間違えてた、危ない、危ない危ない。特典会、待ってね、特典会、会はグルーシュと、あ、違う、グルーアクとサイン会、え、見にくいかも、ちょっと待って、女性半額、半額のさ、額ってさ、あー、これか、うんーと、よし、かけた、かけました、お待たせしました、
3日後の4月22日月曜日は、ほぼさ今日で終わるからほぼあと2日、ほぼあと2日ってことは、今日寝て明日寝たら定期公演です。新セーラースタイルの定期公演、6回目の定期公演があります。場所は新橋のジルシアター東京です。なんと女性の方のが半額席があります。開演は会場が物販グッズが買えるのが18時からで、会場が18時半からで、開演が19時からになっております。特典会は前回に引き続きグルー枠とサイン会です。ぜひお待ちしてます。来てくれると嬉しいです。たくさんテロップにも書いてあるようにファン刺します。リオンがお待ちしてます。お待ちしてます。そう、よし、今日も告知ができた、よかったです。じゃあそろそろランキングを読むことにしますか。あ、違うな、6回目だけど、ああ確かに、まあそうだね、正式、まあ確かにそうだね、そうですよね。じゃあスクショタイムいりますか。いるかな。一応スクショタイム、マヤミがさどうにもならない。はいはい、じゃあ一応握手会じゃない、握手会は違う、スクショタイムしたいと思います。じゃあ行きます。あと、あ、待って、これも持っとこう。どう?どう?あと何があるかな?バッチリ。持ってる時にいっぱい撮ってた。ちょっと待って、可愛いの使ってください、お願いします。あ、エラが出た。確かに確かに、ありがとうございます。皆さん今日も、じゃあランキングを読みたいと思います。ランキングを読みます。たくさん可愛く撮れましたか?ありがとうございます。一瞬寝てしまった。いいミニットさんがですか?おはよう。確かにポーズを作っちゃう。確かにポーズってさ、多分カニみたいになっちゃった。じゃあ読みます。20位タケックルさん、ありがとうございます。19位がひげごろうさん、ありがとうございます。18位がいっさはちわれさん、ありがとうございます。17位があんこうさん、ありがとうございます。16位がすぐる、ありがとうございます。15位がアロマさん、ありがとうございます。14位がティードムさん、ありがとうございます。13位がジョニーさん、ありがとうございます。12位がなめねこピロリさん、ありがとうございます。11位がヒロさん、ありがとうございます。
10位がスーダンさん、ありがとうございます。9位がエイジ 100% さん、ありがとうございます。8位がサフランさん、ありがとうございます。7位がマリオアラビアさん、ありがとうございます。6位がゼロさん、ゼロさん、ありがとうございます。5位がシミタさん、ありがとうございます。4位がインフィニットさん、ありがとうございます。3位が仮契約のシンデレラさん、ありがとうございます。2位がタクさん、ありがとうございます。1位がトーマのじいちゃん、ありがとうございます。今日もね、1時間半の配信を見てくれてみんなありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ22日会えるの楽しみに待ってます。楽しみに待ってます。おけいさん、おはりょう、こんばんは。こんばんは。もう終わっちゃうけど、よかった、コメント読めて。じゃああれ、みんなもね、ゆっくり寝てね。ありがとう、みんなもゆっくり寝てね。じゃあバイバイ、明日も頑張りよ。あ、さっきさ、なんか大会がある。明日も頑張ってね。頑張りよ、頑張りよ。バイバイ、おやすみなさい。